2002年10月撮影、福岡正信は愛媛県出身の農学者。自然農法を提唱した。愛媛県伊予郡南山崎村に生まれる。旧生松山中学校、寄附高等農林学校を卒。若い頃は、横浜税関の植物検査課に所属し、研究に没頭していたが、旧性肺炎にかかり、死に直面すると、この世には何もないと悟り、仕事を辞め、 地元に戻り農業を始めた。やらなくてもいいことを探しながら、つまり、価学農法を否定するために、多くの失敗を重ね、自然農法を確立していった。著作の序文では、不幸期、無肥料、無農薬、無助走を特徴とする、自然農法を行うとしているが、著作中には、肥料と農薬の使用について記述がある。米麦連続不幸期児科巻は、稲を刈る前に、 クローバーの種を巻き、裸麦の種の粘土団子を巻き、稲を刈ったら、稲藁を振り巻く。麦を刈る前に、稲もみの粘土団子を巻き、麦を刈ったら、麦わらを振り巻くという栽培技術である。自然農法は、海外でも実践されている例があり、イタリアのトスカーナ地方で育てられる幻の豚、チンタセネでイ育成者にも引き継がれている。粘土団子と呼ばれる。 様々な種を100種類以上混ぜた団子によって砂漠緑化を行おうとした。行われた場所はギリシャスペインタイケニアインド、ソマリア、中国、アフリカなどの十数カ国とされる。東南アジア諸国では粘土団子方式でアラノがバナナ畑や森として蘇った。1988年、ロックフェラー兄弟財団の出資で発足した。 フィリピンのマグサイ最サ賞イを受賞。90歳を過ぎ歩行が困難になっても中国の要請に応え、年度団子の技術指導に現地へ飛ぶなど、最晩年も達者な活動ぶりを見せていた。ありがとうございます。